マーム。イマームはアラビア語で指導者、模範となるべきものを意味する語で、イスラム教の指導者を指す。他の日本語表記として、エマーム、イマムなど、スンナ派においては、ムスリム、イスラム教徒の大小の宗教共同体を指導する、統率者のことをイマームと呼ぶ。一方、シーア派においては、宗教共同体にとって、特別な存在である、最高指導者イマームと呼ぶ、口述。クルアーン、コーランにおいては、原義以上の意味での使われ方はしていない。イマームの最も広い意味での用法は、ムスリムにとって最重要の義務の一つである礼拝を集団で行う際、信徒たちを指導する役を務める者を指す呼称である。この意味でのイマームは原則としては常任の役ではなく、金曜礼拝のようにモスクに人々が集まって集団礼拝を行う時のみ、集まった信徒たちの中から、最も礼拝の模範としてふさわしいムスリを選び出して、イマームとすることになっている。金曜礼拝など集団で礼拝をすることが望まれる、宗教的に重要な日には、礼拝に先立って、フトバと呼ばれる説教を、ハティーブが行うが、ハティーブは、多くの場合イマームが兼ねる。そのため、実際には、イスラム教に関する教育を受け、イスラム教の学問に通じたウラマーと呼ばれるような、人々が特定のモスクのイマームを職務としてめることが多い。転じて、人々の模範となるような学識のあるウラマーのことも、イマームと呼ぶ。ムスリムたちの共同体を、イスラム共同体、ウンマというが、ウンマの指導者は、血統上の理由により預言者、ムハンマドの従弟で娘婿であるアリーと、その子孫のみがふさわしいと考える人々がシーア派ある。シーア派は、アリーの子孫のみが、ウンマの長たるにふさわしい理由として、ウンマを政治的、宗教的に指導する者は神、アッラーフの言葉であるクルアーンを正確に解釈できるものでなけれならず、クルアーンを正確に解釈できる者は地上に使わされた最後の預言者であった、ムハンマド以降では、ムハンマドの家族であるアリーとその子孫だけであると考えている。このような、アリーとその子孫だけが持つことができるクルアーンを正確に解釈しウンマの正当な長となるべき人物のことをシーア派ではイマームと呼ぶ。シーア派の諸派のうち最大多数派である12イマーム派などはイマームは無謬であり、クルアーンの解釈からイスラム法、シャリーアの制定に至るまで様々な宗教上の理解事項は無謬である、イームの教えによらなければならないと考え、預言者と歴代のイマームたちの言行に関わる伝承に従う。アリーの一家が最初の3人のカリフ、預言者の代理としてのウンマの指導者、アブーバクル、ウマル、ウスマーンよりもイマームとしてふさわしいと考えた原初のシーア派は、そもそもアリーがイマームにふさわしいとした理由が預言者の家族であったことにあるために、アリーの死後は、アリーの息子たちのうち、ムハンマドの娘であるファーティマを母として生まれたハサと、フサインの二人がイマームとしてふさわしいと考え、アリーを初代イマームとして、ハサンを第二代イマーム、フサインを第三代イマームに推戴した。フサインの死後はその子孫がイマームとしてシーア派の指導者に立てられてゆくが、やがてどのアリーの子孫がイマームとして、ふさわしいかをめぐってシーア派は分派を繰り返すことになる。まず早い時期に分派したカイサーン派はファーティマの血筋を重要視せずハサン、フサインの異母弟、ムハンマド・イブン・ハナフィヤとその子孫を立て、740年にウマイヤ朝に対して武力蜂起を行ったフサインの孫、ザイド・イブン・アリーを穏健な異母兄、ムハンマド・バーキルよりもイマームにふさわしいと推戴した人々がザイド派を形成、ムハンマド・バーキルとその後継者、ジャーファル・サーディクをイマームとするイマーム派から分かれた。さらに765年、ジャーファル・サーディクが死ぬと、ジャーファルに生前後継者指名を取り消されていた長男、イスマーイールを推す人々が分派してイスマーイール派となり、その弟ムーサー・カーズイムを承認したイマーム派の主流派がやがて12イム派を形成する。シーア派の多くの派では、イマームの位は、先代の生前の指名に従い子のうちの一人へと伝えられていくため、イマームの家系の断絶によって、イマームが不在となる危機にしばしば直面した。そのためにカイサーン派は早くにイマームを失ってイマーム派に吸収されてしまい、信徒の指導者としての能力に優れていれば、アリーの子孫が望ましいとはいえども誰でもイマームになれるとし、ザイド派は思想的には限りなく、スンナ派に近づきながらも存続した。これに対し、9世紀イスマーイール派は、一般の信徒たちには、触れることのできない有名の世界にお隠れになり、最後の審判の時マフディー、メシアとして再臨するまで死ぬことなくイマームの位を保ち続けていると考える理論を生み出した。これをガイバ、ユーインという。イスマーイール派の一部には、ファーティマ朝やニザール派として、世襲のイマームが再び現れるが、彼らの登場と王朝の建設には、ガイバにあったイマームが再臨する子によって終末が目前に来ていると信じる、宗教的情熱が密接に関わっている。874年に第11代イマームが死んだのと同時に、その後継者ムハンマドが行方不明となり、地上からイマームを見失った12イマーム派もガイバの理論を受け入れた。12イマーム派は、第12代イマームは、ガイバに入ったのであり、終末の時再臨するのだと考え、第12代イマームを待望される者、ムハンマドアル=ムンタザルと呼ぶ。12イマーム派では、信徒が誤りなく、信仰と行為を成し遂げるためには、学識に富み、無謬であるイマームの意思を推し量ってその意思を体現することのできるイスラム法学者たちをイマームの代として尊敬し、その意見に従わなくてはならないとする。イスラム教の多数派であるスンナ派においてはイマームには、礼拝など宗教的な事柄に関する指導者という以上の意味はもともと存在しない。しかし、アッバース長期のイスラム法学上の議論において、おそらくはシーア派の影響を受けて、ウンマの指導者であるカリフは、ウンマの指導者たる預言者の代理人、ハリーファ。カリフの語源としての資格、ヒラーファと、信徒たちの宗教的行為の模範となり、指導するべき者、イマームとしての資格、イマーマを兼ね備えた者がなるべきであるとする、理想論が唱えれるに至った。このような意味でのカリフ制におけるイマームは、モスクにいる一般のイマームと区別して、イマームの中のイマーム、すなわち大イマームと呼ばれ、カリフとは、ハリーファラスールラー、神の使徒の代理人にして、アミールアル=ムーミニーン、信徒たちの長であると同時に、大イマームであると観念される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。